皆さんごきげんどうも、ご主人様です。アマーチンです。期待の新作の祭典 Steam Next Fest。今回もそこで配信された体験版を実況していきます。タイトルは、サイバータウン。未開の惑星にネオンきらめくサイバーパンクな街を建設する街づくりシムです。街づくりゲーも結構市場飽和で差別化が厳しい今日この頃なんだけど、これはビジュアル面から攻めてきた雰囲気。中身はどのような特色があるのでしょうか。早速プレイしてみましょう。ではプレイ開始。最初は基本操作と基本情報の説明なので簡単に飛ばしていきましょう。本作では基本資源となる4種類の鉱石が存在します。発電の燃料となるリメンチウム、モジュールとレプリケーターの材料となるリージェント、レプリケーターの材料となるチタン、そしてマイクロチップの材料となるダイチウム。これらの資源を採掘し、モジュールやレプリケーターなどの製品に加工し、輸出して利益を上げる、そのための都市を開発するのが目的ですね。でもさ、街づくりってんならやっぱあれじゃん。いろいろ建物作るわけじゃない？そのウディメンなんたらとかで建物作れるん？いえ、これらの鉱石や製品はあくまでもビジネスで使うのが主な用途で、今のところウディメンチウムを発電に使うくらいですね。じゃあどうやって街づくりするの？それはズバリお金です。金で解決です。マジかよ。早速最初の指令です。食料生産のためのグリーンハウスを建築します。街の中心であるジェネレーターの隣に建てましょう。お値段1万5000クレジット。鉄やコンクリなくても金さえあれば何でもできる。やっぱマニー最高やな。考え方はシティーズスカイラインあたりに近いのかもしれませんね。そういえばあれも金で全て解決 OK なゲームだったのよ。誤解のある言い方はやめてください。すまぬす。そんなことを話しているうちにグリーンハウスの建築は進みます。もう車走ってるのがちょっとシュール。グリーンハウスが完成。完成した施設には労働者の割り当てが必要です。必要な人数を割り当てれば施設は稼働を始めます。これで飯の世話が OK。 最初だけにどんどん指示が来てますので、それに沿って進めていきましょう。飯の次は住む場所ですね。住居の建設です。とりあえず最初なので貧相な住宅を一軒建てておきましょう。貧相な住宅が完成。これが貧相とか贅沢なのな。さらに生存に適さないこの星の大気を浄化するエアフィルターを設置。今までこの星で2期目機どうやって生きてたんや。そりゃもう気合ですよ気合。精神論で全て解決。次は倉庫ですね。採掘を始める前に掘った鉱石を保管する倉庫が必要です。トラヌタヌキのなんとやら。資源用の倉庫をジェネレーターの向かい側に設置しましょう。各施設は道路に接している必要がありますので、それもお忘れなく。倉庫が完成したらいよいよ仕事開始です。まずはウディメンチウムの採掘から着手しましょう。交渉の場所はレイヤーを表示することで確認ができます。お、ありましたね。2箇所の交渉が確認できます。町に近い方の交渉に採掘場を設置しましょう。しかしいきなり真っ暗なのな。1日の時間経過で風景も変わります。未開の惑星であるこの星は当然夜になれば真っ暗。それを極彩色色とりどりのネオン管で照らすってわけですよ奥さん。あえて照明チックなサムシングを用意しないところがこだわりなのね。完成した採掘所にも労働者を割り当てれば稼働開始。次のミッションはウディメンチウム300の採掘ですので、しばらく待ちましょう。職場ができたので次は娯楽の提供。住人には幸福度があり、この値が低い場合は労働効率が落ちます。幸福度を上げるためには娯楽施設が必要です。今回はパブを建設して労働者処刑のご機嫌を取りましょう。酒飲んでらご機嫌ってのは万国慢性共通ってことなのよね。パブが完成。張って派手やな。不毛の惑星のパブならこれくらい常識です。では次のお仕事、娯楽の次は安全です。この星では定期的に磁気嵐が発生します。磁気嵐に見舞われると全ての施設が稼働停止、当然街は危機に陥ります。ですので磁気嵐から街を守るフォースフィールドタワーを建設しましょう。フォースフィールドの範囲内で基本は街づくりしなきゃなのね。この力場を広げていくことが街の拡大に必要になるということですね。安全を確保したところで業務拡大。次はリージェント鉱石の採掘を始めましょう。ウディメンチウムと同様に採掘機を交渉に設置します。道路を引いて採掘場が完成し、労働者を割り当てればこちらも稼働開始です。鉱石ごとに採掘場も違ってるのね。必要な労働者の数も微妙に違うみたいですね。完成した採掘場に労働者を割り当てます。しかし採掘場が稼働しません。どうやら電力が足りない模様。必要な電力は20ですが余剰電力が10しかありません。でも建てられる施設にジェネレーターがないのよね。こりゃ困ったのよ。いろいろ確認して問題解決。ジェネレーターの設定で出力を増やせるようです。現在ウディメンチウム1を消費して電力を100出力していますが、これを10消費して500出力するように変更します。あとは採掘場を稼働させれば OK です。いちいち発電所増やさなくていいの便利やな。そういえば送電網の整備もいらないんですよね。未来のサイバー都市なら無線送電も当たり前なのよ。次はリージェント鉱石300の採掘。また溜まるまでしばし待ちましょう。リージェント鉱石が300溜まったので次のお仕事、移民の呼び込みです。お客さんいい星あるよ。ちょっと寄ってかない。
住人を増やすにはトレードセンターの建設が必要となります。この施設が移民の窓口となってくれるわけですね。間もなくトレードセンターが完成、これで町の発展の基礎が整いました。でもさ、今ガンガン建物建ててるけどさ、これ全部金で解決してるんでしょ。でもマミーは天下の回り者、金がないのは首がないのと同じなのよ。いくら鉱石掘ってもマミーにしなきゃ何の意味もないのよ。そうですね。次はその辺なんとかしましょうか。本作でのお金の儲け方についてやってみましょう。そこが肝心なポイントなのよ。本作のお金であるクレジットは税金などの形で得ることはできません。タックスフリーのサイバータウン最高やな。代わりとなるのがこちら、契約画面ですね。ここでオファーされる契約を履行することで鉱石や製品をクレジットに変えるわけです。現在リージェント鉱石300を輸出するよう指示を受けています。条件に合った契約を受諾、受諾した契約について納品すれば契約完了です。いつもニコニコ現金払いで今後ともよろしく頼みます。現在扱える商品はウディメンチウム鉱石とリージェント鉱石、あとはモジュールも引き取ってもらえるようですね。めんどくさな武器ほど単価も高くなるって感じかしらね。とりあえずリージェント鉱石の納品を終わらせてしまいましょう。条件に合う契約がない場合はオファーを拒否すれば新しいオファーが提示されます。条件もらえるまでなんぼでも粘りまっせ。しかし鉱石を掘って売るだけの一次産業のみでは未来への展望に欠けます。ここは製品への加工を始めてより利益の高い取引を目指しましょう。リージェント鉱石を加工してモジュールを生産します。まずはそのためのコンポーネント倉庫を設置します。そのお隣にモジュール工場を建設、労働者を割り当てて稼働すればあとは勝手に生産を始めてくれます。いちいち輸送のこと考えなくていいのは便利なのよ。ただ今後いろいろな材料を使った複雑な製品を生産する場合、輸送がどんな感じになるのかはまだよくわかってないんですけどね。シティ済み宅渋滞問題に悩まされる可能性もビレゾン。モジュール工場も稼働したので次は200個生産するまで待ちましょう。次のミッションは契約30の履行。鉱石やモジュールの在庫を見ながらひたすら取引に励みましょう。契約には1回のみの取引であるスポット契約、そして決められた回数を納入する長期契約の2種類があります。これ契約の種類も先々増えそうな感じよね。先物契約なんかが出てくるとさらに面白くなるかもしれませんね。30の契約を履行した後は町をさらに拡大していきます。目標は人口200人と幸福度80の達成です。タブと住居をガンガン建てていくのよ。目標達成した時点の町がこんな感じ。めっちゃ派手派手な町やな。今はまだ小さな町ですが、これが大きくなればさぞ壮観になるでしょうね。そして目標達成したところでデモ版が終了。お疲れ様でした。基本はシティーズスカイライン系の町づくり。お金の儲け方がビジネス限定ってとこが特徴かもね。動画では飛ばしたのですが、本作にはシナリオも用意されていまして、内容を見たところどうも単純な町づくりでは終わらないような雰囲気も感じられましたね。具体的な内容は君の目で確かめよう。正式リリースに向けて今後どのような要素が追加されていくのかも注目です。なおデモ版は英語でのプレイでしたが、リリース時には日本語対応予定です。サイバータウンは2023年第3四半期発売予定です。それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。